長く甘い口づけを交わす深く果てしなくあなたを知りたい Fall in love きつく抱きしめるたびにやけにいろいろない夢を見る。どうも皆さんこんにちは、梅田信之と申します。いつもご視聴ありがとうございます。何見てんのよじゃねえよと、見てもらわないと困るんですね、もう一人の梅田がちょっとね暴れておりますから、ちょっとね忘れてください、すいません。ちょっとタイトルにね、意味深なタイトルになっちゃったんですけどすいません、福井サンドーム、実はね、皆さんも知ってると思いますが、藤井風さん、ラブオールアリーナツアーっていうね、全国を回る、ツアー中なんですが、チケットねトレード、一度ゲットしたチケットちょっとわけあって手放すっていう方を、次のね行きたい方に、チケットを、一旦 E プラスにお返しして、行きたい方ね募って、そこからまた抽選をするっていう、そういう転売をね防ぐそういうシステムがございますよね。チケットトレード制、そういうのがあって、そのトレードシステムで僕ね福井の、ダメ元でね福井サンドーム福井、これを申し込んでいました。もう当たるわけないと思ってね、そんなね本当限られた数だと思うんで、トレードはもう当たるわけないと思って、本当に申し込んでみよっかなぐらいで申し込んでいたんですが、今回なんと当選しました。すいません、ちょっと複雑ですね。喜んでいいのか、ちょっとよくわからない、こんなね僕ねちょっとやっぱおかしいなんか流れがおかしい、僕の運気がねおかしい、すごいウィッと上がりすぎてちょっと自分でも怖いんですが、なんかね良い方に、なんだか転がっちゃう、藤井風というね彼に出会ってからずっとそうなんですが、運気が非常によろしいんですね、本当にいけない方もいらっしゃいますね、何回申し込んでも外れちゃうって方もねいらっしゃる中、これ見てくださってる中でもどうしても行きたいのに行けてない方もたくさんいらっしゃる中でね、本当にこのね調子乗った動画ねアップして申し訳ない、そんな気持ちも半分ございますが、何かね意味があって、何か、僕にできることが何かあるのかもしれない、なので、精一杯ね楽しんで精一杯また発信したいなと思ってますんで、サンドーム福井ね、これ、僕は28日土曜日の公演、福井のだから1日目ですよね、デイ1っていうんですか、1日目の公演に参加させていただくということになりました。いやね、カードのね明細アプリで見れるんですが、ちゃんとね E プラスから9880円引かれてましたんで、チケットゲットできたっていうね、こういうメールも当選のご案内というねメールも来ておりました。本当ありがたくね、本当に噛み締めてね、ありがたく、参加させていただきたいなと思います。一つのツアー、一つのアーティストのライブ、1月一月で3回も行くなんてことは僕本当に人生で初めてだし、こんなことをねする自分、こんな未来が待ってたなんて本当に想像もしていませんでした。しかもね、男性のアーティスト
同性のね、僕ね、あの別にあれですよ、同性愛者とかそういうんじゃないですよ、もうそういうね、もう低いレベルのことじゃないですね。そういうなんか男の人が好きなのとかね、たまに聞かれるんですが、もうそういうね、もう低いレベルのね質問はもうちょっと受け付けたくないんですが、わかんないかなっていうね、もうあのわかんないかな、こういう人がね、こういう人が入れ込む、なんかちょっとでもね近くに感じていたい、この彼の発してるもの、音楽ね、あの彼の存在っていうか、これからねこの人、まあいいやね、こうなっていくんですね、それをやっぱ今ね、今の藤井風をやっぱね見たい、感じたいね、あのそういう方ね、今これ見てくださってる方は分かると思うんですが、あのすごい人になりますよね、すごい人なんですね。なのであのやっぱりね、あのちょっとでも見たい、感じたい、彼の生の、雰囲気ね、このムードを味わいたいっていう方ね、たくさんいらっしゃると思いますが、僕もその一人です。ただね、あのもうそういうあの性別がどうとか、どうってそういう、まあそういうあの低いそういうレベルじゃなくて、もっとちょっと高いところね、感じ取って、いただけたら本当ありがたいんですが、まあ、そういうことですね、十分に味わって感謝してね、しっかり行けなかった方の分も、特にうちの母親なんか特にそうです、福岡マリンメッセ、アリーナ4列目でした。熱が下がらずに行けませんでした、ね、本当に一番近くにねそういう人がいますから、まあ、そんな人たちの、ね、こともね思いながら、まあ、かといって ね恐縮しながらね、すいません、なんか来ちゃいました、福井来ちゃいました、すいませんみたいな、そんなことはしませんが、まあ、精一杯ね、楽しく味わっていきたいなと思います。僕なりのまたね発信も同じような感じの発信になっちゃうと思いますが、まあ、僕なりにね工夫して発信していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。僕もねちょっと今ちょっと戸惑ってます。たまたまね、まあ、土曜日の仕事はなんとか調節できそうなんですが、前日の金曜日、翌日の日曜日、ここね予約が、もうちょっとどうにもなりません、まあ、入ってるんで、まあ、土曜日はなんとかしたとしても、この前後が入ってるんで、どうやって行こう、そしてどうやって帰ってこようかっていうところをちょっとね、まあ、なんとかしなきゃいけない、今からちょっと頭使って、どういう方法で向かって、どっちにしてもね金曜日の仕事しっかりして、日曜日の仕事もね朝から入ってるんで、これなんとかやらなきゃいけないんで、まあ、なんとかね今から頑張ってやらなきゃいけないんですよね。まあ、そういったことで、福井3度目ね、福井、1日目デイ1参加される方がもしねこの視聴者さんの中でいらっしゃいましたら、まあ、いつも言ってますが、まあ、僕がねこういうことしてます、どんな方がね見てくださってるか、僕らからは、まあ、発信ねしてる方皆さんね分かると思うんですが、僕らからはどなたかね、どなたか分かりません、まあ、当然ですが分かんないんですね。だからまあね本当にありがたいことなんですが、まあ、もしねもし、そういう梅田さんがいるんだったら一言ね喋ってみたいな、会ってみたいなって方がもしね万が一いらっしゃいましたら、インスタグラムでまたねまあちょっとした、ここにいますとか、何時頃着きそうですとか、そういうのはちょっとインフォメーションしますんで、よかったらね見ていただいて声かけていただけたらなと、こっちからね分かんないんでね、声かけていただかないとちょっと成立しないんですが、ちょっとねめんどくさいからですか、よろしくお願いします。僕もね直接ねいつもありがとうございますって言わせていただける、これね本当貴重なね、時間ね、そういうチャンスなかなかないんで、ここでねいつもありがとうございますって毎回言ってますけど、まあ直接ねいつもありがとうございますってこれ全然違うんですね。今までね去年の福岡のツアーの時もそうです、今年に入ってからね3回目今度3回目ですが、まあ、会場で、パナスタマリンメッセ2回、それからこの間の、埼玉スーパーアリーナ、たくさんの方にね声かけていただいて写真撮ったりとかお話ししたりとかね、しました。やっぱ、ね、あれやっぱねまあ、ここで画面上でいつもありがとうございますっていうと、まあ、全く違うんでね、ああいう機会にいただけて本当にこうやっててよかった、本当始めてよかったな、こんなことになるなんて本当全く想像もねしてないし、こんな、ね、映像イメージはできていません。
ね、全然できてなかったんで、ありがたいんですね。なので、まあ、もしよかったら声かけていただけたらなと思います。あとそれからね、皆さん言われてますが、福井どうも雨ないしは雪、ね、僕いつもね、僕が動くと雨か雪なんですね。前回の動画見ていただいたら分かる通り、僕が動くと大体雨か雪が降るんですね。なんでですかね、分かりません。なんか贅沢してるんだからね、それぐらい我慢しなきゃいけないですけど、まあ浄化の旅なのかな、うん、まあいいです。ちょっと寝れるぐらい、ちょっと寒いぐらいでちょうどいいのかなと思ったりもするんですが、まあいいですね。おそらく雨ないしは雪、気温もかなり低そうなんで、まあ、交通のね、まあ、乱れたりだとか、するかもしれませんよね。道がね、雪積もったりとか滑ったりとかね、滑りやすくなってたりとかするかもしれません。ちょっと分かりませんが、気をつけてね、福井に向かいましょう。県外組ね、結構いらっしゃるみたいなんで、気をつけて行きましょう。僕もね、本当に未知の世界、初めて行く場所が最近多いんでね、多いんです。それからね、飛行機や新幹線ね、乗る機会が本当ね、一気にね増えたんですが、まあ、気をつけていきたいなと思います。福井1日目参加の方もしいらっしゃいましたら、まあ、そういうことです。よろしくお願いします。それからね、ちょっとまたこれも、貴重なねお写真いただいたので、ちょっと最後に一発やりたいなと思いますが、視聴者さんからいただいたお写真のコーナーです。ありがとうございます。藤井会さんのグッズのお写真なんですが、パナスタね、スタジアムライブの時にね、まあ、僕この方パナスタの時も、福岡ね、福岡の時もちょっとね会ってご挨拶させていただいた視聴者さんなんですが、パナスタの時に買ったグッズありましたね。ヘンレコベジタブル缶、ね、野菜缶、缶の、栽培、なんかね綺麗に育ったみたいで、小松菜とベビーリーフでしたっけ、ベビーリーフ、僕ね、この写真いただいた時になんかすごくグリーンが綺麗で、なんかね、この仕事ばっかりやってる僕はね、なんかグリーンのね、緑植物の写真を見た時にちょっとこうテンション上がったというか、ちょっとなんか元気をいただいたというか、ポッとね、ポッとちょっと上がったんですね。うわ綺麗、可愛いって上がったね、ちょっと上げていただいたお写真とね、可愛いお写真で、本当ありがとうございます。こういうのね、ちょっとしたこういうことに敏感にね、わ可愛いなって素直にスッとね、もうシンプルにストレートにね、わ可愛い綺麗って思うようにね、僕してるんですね。皆さんもそうしてほしいんですが、すごくね、可愛いテンション上がる綺麗な可愛いねお写真でした。いつも本当にありがとうございます。またね、こういうお写真なんか皆さんこういうのあるわよね、こういう写真どうかしら、なんか何々風ってね、風っていう文字が入ってたお店とかね、ありましたね、昔ちょっとやってたんですが、まあ、そんなのもしありましたら、こういうねちょっとしたところで紹介したいなと思ってますんで、お写真ある方ね、ちょっと面倒ですが、よかったらね、お写真も、ください。よろしくお願いします。ということで、ちょっとね、冬最後のね、寒さが寒波が、全国的にやってきそうです。ここ福岡も、来週ね、火水かな、火水あたりがなんか氷点下、雪も、降りそうな予感がしております。体調管理、それから転ばないね、転んだり雪で転んだりしないように皆さんに気をつけていきましょう。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。